スイーツホリック。じゃじゃん、はい。はーい、楽しそうですね。回覧板でーす。よいしょ。はい、はい、周遊道路に入りました。で、ちょっと、だいぶ遅れたので、追いつこうと思います。が、追いつけるかな。後ろ保護者が、もうかなり保護者モードですよ、常に。どうしよう、どうしたらいいの。じゃあ、助けて。やば、後ろが我慢モードです。うわ、怖い。出して。どこ？まだ先。あっちあった。あ、そう、修道終わったっていうのを知った。終わりました。超もう。保護者2人付きですよ。本当にあのシャレネギで今日っていうか、あの甘やかされ教習日みたいになってますよ。ありがとうございます。あれ、ここ何駐車場ですか。大麦大駐車場です。みんなで、あ、もうバイク組は寒くてもう動きたくない、日向から動きたくないみたいになって。販売してるの乗せるなよ。もう誰も走りに行かないね。誰も寒くて嫌寒くて嫌な。なんか嬉しいですね、こう超スローって。今日は車バイク半々くらいですね。こんな感じです。じゃじゃんとね、こんな感じです。パパーンとね、スイーツホリック。じゃじゃん、はい、はーい、楽しそうですね。ホルカね、他ハンカバー付きです。こんな感じです。じゃじゃん、寒いね、しかしね。あ、いい、ここからのアングルすごいですね。こんなにいます。スイーツホリック。これでも、これは半分いないですからね。仮に全員集まることがあったら恐ろしい。はい、お昼ご飯タイムで移動してきて、奥多摩駅のね、近くですね。カフェクワラさん。これでね、ご飯を。カフェでね。で、ちょっとこじんまりとしたお店なんですけど、すごい雰囲気いい感じで。で、今日出席、一応予定で20人ぐらいだったのが、途中で帰られた方とかもいらっしゃって、15人くらいだったんですけど、ちょっと貸し切りでね、あの使わせてくれるので入ろうと思います。はい、そんな感じでみんな集まって、まあね、今ちょっとみんなね、今日はね、みんなでほぼ奥多摩鹿カツライスを食べる日になりました。一人だけ野菜カレーを食べる。まだちょっとご飯かかるので、じゃんけん対抗しようかなと。で、結構持ち寄ってくださった方が多くて、ほぼ全員に行き渡るというか、全員に行き渡るので、私にじゃんけんで勝った順で先着順みたいな。カツライスが来ました。じゃーん、鹿カツライスです。鹿カツは鹿食べたいって言ってたばっかりだから、ちょっと嬉しいな。あー、人でカレーがいますよ。裏切り者だ。
ただきます。これを食べると帰りますね。力出てますよ。ちょっとね、今からこう下キャンプ場があるんですけど、今度来たらまた来ることになると思うんですけど、ちょっと下見にね行こうかなと、みんなも付き合ってもらうことにね行こうと思います。すごい、超すごいです。もうね、この寒いのにキャンプしてる方がいますね。しかもいっぱいいますね。じゃじゃーん、なんかね本当にいっぱいあのキャンプをしている方がいらっしゃいます。あー、何あれ、吊り橋がある。で、吊り橋渡り行こうよ。ちょっと下まで行きましょう。バイクじゃない、バイク。すごいです、川です、川です。こんな、なんかあの上流の川みたいなの初めてだ、私。そうしたらいいっすよね、道具借りてとかできれば。さあ、また多分ここなんか寒いうちに来たら空いてるっぽいので来ると思います。3月ぐらい計画中。いい音、またじゃあ。それどうも。はい、そんなわけでね、第2回伊勢市街奥多摩周遊道路周辺を走ろうツアーでした。ね、それで行って、あの奥多摩駅のね近くのねカフェでご飯を食べて、ね、みんなお話しして、それで解散って感じでね、お帰りしました。今日はね、私がもう本当に全然速く走れないから、私だけ置いてけぼりだったんだけど、置いてけぼりだったっていうかね、みんな先に行ってて、ただあの2人とかね、あのチームの人が後ろにあのほこいでねついてくれたりして、なんとかあの山を越えることができました。いつもよりはあの超遅いんだけど、いつもよりは速いペースでね走ったつもりなんですけど、まだまだ全然ね、毎時間ね、まだまだっていうかね、あのそう、せめチーム走行はできるぐらいの速度で走らないとなぜかなと思ってね、ちょっとしょぼりかな。楽しかったんだけど、その走れないことに関してはしょぼりだったね。まあそれはともかくとして、私の大統領としてみんな楽しんでくれたと思うし、成功だったなと思います。美味しかったですね、ご飯もね。そんなわけでね、今日はねもうこのまま帰って、ちょっとあのさっきカフェでね柚子をね買ったんですよ。柚子売ってて3つ100円とかで売ったんで、帰ってお風呂を沸かしてで、お湯ためて柚子湯にしてのんびり入ろうと思います。さあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバイ。はい、いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter や Facebook もフォローしてね。じゃあねー。